クマが来てます。クマ、何待ってんだ。耳の後ろがへぼっこいな、お前。行っちゃうの？失礼します。これがね、クマの距離。3月23日、川越北院ののぼです。ソメイヨシノはこんな感じです。境内のソメイヨシノです。そして早咲きのしだれ桜です。あっちは綺麗に咲いてますね。満開のしだれ桜はあっちです。穏やかな北院です。しだれ桜です。ちょっと終わってるのもあるかな。次の場所に行きます。どう？フーさんが何か見つけました。北院の境内の中にある千波東照宮。実はここにも大きな桜の木があるんですよ。江戸彼岸桜です。普段はただの大きい木なんですけど、江戸彼岸桜、伊豆桜と呼ぶみたいです。寛永16年1639年に植わった木らしいです。見上げてみます。ほら、なかなかすごいでしょ。近くによるとどうでしょう。幻想的です。ライトアップしたら綺麗だろうな。よくわかんないかな。今日は普段乗りの自転車です。これから中院に行きます。北院から中院すぐ近くなんですよ。ライトアップとかするんですけど、今年はどうかな。ほら、咲いてる咲いてる。自転車は進入禁止なので脇の駐車場に置いていきます。よいしょ。中院に行きます。これも有名な木なんです。史跡の中院です。しだれ桜、しだれてるんです。ずっとしだれてます。これがしだれ桜。素敵な日本庭園です。あっちの奥にも桜があります。いい匂いのするやつです。
カタクリに似た花があります。でも違う。今日はこれから川越にできた山用品屋さん、そしてダイビング用品屋さんの集団層へちょっと行ってみます。